とんでもなく親切にしてくれる代わりに金銭を要求してくれる俳句ガスコインさんからいただいたお題ですね。おばあちゃん確かに基本ね無線で親切ですから、あ、六角電波さん行きましょう。とんでもなく親切にしてくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、あのおばあちゃんなのにポケットが多い服を着ているすぐ入れられるように、いややだとんでもなく親切にしてくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、はい、席をどうぞ、2000円ですとんでもなく親切にしてくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、あの飴をくれて飴代も要求してくる客親切嫌な筆算とんでもなく親切してくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、道案内をしてくれた後に、いや、なんて複雑な道なんだろうね、今書類を用意するよ書類繋いでるやん、書類用意する時間とんでもなく親切してくる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、おやおや、袖が破れてるじゃないか、カチッ、ちょっと縫ってあげようね、カチッ、親切にしてる間メーターの音がするタクシー的な感じなんや、そんなメーターとかでやってるんや、ちゃんととんでもなく親切してくる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、重そうな荷物ね、持ってあげますからね、この先でね、行きたいメンチカのライブがあるの、金かかるよ金かかるよメンチカのライブは、とんでもなく親切してくる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、消費税上げろって、あの政治的なおばあちゃんとしては珍しいタイプとんでもなく親切してくる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、はい、じゃあここからはあなたを追つおばあちゃんをこうと呼ぶこっから書類モードか。とんでもなく親切してくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、亡くなって遺体を動かしたら小銭がザーってばらまかれてボンバーマンみたいだったとんでもなく親切してくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、腰がすごく曲がっているけど絶対にこっちを見ているとんでもなく親切にしてくる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、一度しか言わないよ、まだ笑っているうちに払った方がいいとんでもなく親切にしてくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、電車の中で中腰でこう ピボットしてる親切探し、とんでもなく親切してくる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、優しさに金かかすことなかれっていう見たことない掛け軸を見ていやですね、最後のケツと金がめっちゃ嫌ですね金かかすことなかれのとてもく親切してくる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、はい、はい、ここは右に行ってください、あ、こっち左ですって、あの道案内の価値が暴落した途端ヤクザのカーナビをさせられているなんでヤクザのカーナビなんでなんでそんなことになったんやさらわれちゃった、さらわれちゃった、さらわれちゃったさらわれちゃってね、とんでもなく親切してくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、おばあちゃんに足引っ掛けて転ばされて大丈夫って心配してくれたんですけど、その転んで手をついた先の誓約書に母印をさせられてこれに置いてとんでもなく親切してくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、いや本当ありがとね、こんな老いぼれたこの兄さんばあさんに、この兄さんばあさんにね、ほんとに兄さんばあさんにね兄さん積み立ての兄さんやったんや、とんでもなく親切してくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、無言で浪費家の最悪のジジイと暮らしている逆のとんでもなく親切してくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、人に親切にしやすさを追求していった結果おばあちゃんになったなるほどそうか、なるほど、自らおばあちゃんなったんですねなったからおばあちゃんになったんじゃなくて、とんでもなく親切してくれる代わりに金銭を要求してくるおばあちゃん、杖をついてるのかと思ったら手のひら上でこのお金のマークをぶら下げてるあ、こう、杖かなと思ったらまずこうでお金のマークお金のマークをぶら下げている何ぶら下げているってこう、こうってこと肉を挟んであ、え、あ、これ紐とかじゃなくてもうここでバチンって円の上のところでバチンってしてで、こうってことお金くれってことかもあ、かも、そうだよ赤さん、この人じゃないもんな、分かるよ分かるよな、見たことあるだけ見たことあるだけ